トールが負けたからトールの敵は俺たちタクちゃんで取ろうな。はい、お願いします。よし、はあ、今日はうまくいけなかったけど、でもそれで怒って次に向けて頑張りたいと思うんで、絶対負けないようにまたよろしくお願いします。はい、ああ以上で今シリーズ参戦させていただいた新日本プロレスへの参戦も最後になります。まあ、最後勝ちたかったですけど、まあ、残念な結果で終わりました。でもまたこのリングに戻っていきたいと思ってます。まあ、どんな形になるか分かんないですけど、今回、まあ、自分の実力不足感じたんで、これからしっかり練習してたくさんご飯食べて強くなってこのリングに帰ってきます。その時また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。なあ、棚橋社長は明日これ来たぜ。おいこれあるよ。おし、思い出しちゃった思い出しちゃった。あの3人ネーのチャンピオンだよな。シックスメンチャンピオンだよな。これはあるんじゃないですか。まあもうヨータ様は確定でしょ。取ったからね今日。あとはさ、ちょっと俺とブッサンティタン話し合いっていうのもありなんじゃないですか。これはね、俺はね行くべきだと思う。やっぱね、まあスーパージュニアも残念ながら勝ち上がれなかったしね。これはでもね、新日本プロレストップの人間がどうやってさらに新日本プロレスで生き残る方法、まあこれが俺のやり方かもしれないね。これはね、俺はね挑戦したいと思っています。てか挑戦しよう、チャンスだ。こういうところでやっぱガンガンいかねえとやっぱ埋もれてっちゃうんだよね、今の新日本プロレス。これだけ数がいる、これだけね、チャンピオンベルトもあるかもしれないけど、でもね、欲まみれてこそロスインモデルナブレスアップ、欲まみれてこそ新日本プロレス、欲まみれてこそ高橋ロム、そう思ってるんで、俺は挑戦します。まあ、ヨータさんは確定じゃないですか。あとは、まあ、3人で話し合うなりなんなり俺はしたいと思ってます。あ、これ決まったぜ、おい行けんぞ、おい。せっかく今日、チャンピオンチームに勝ったんだよね。これは挑戦権利はあるのかないのかどうかわからないけど、社長承認してくれよ。俺たち、まあ辻太田は決定として、俺かヒロムかギタン、まあ話し合ってやりたいけど、まああのネバー無差別級6人タッグのベルトに関して言えば、俺は歴史があるし、一番あのベルトに関して理解があるつもりだからね。俺はぜひ手を挙げたいところだよ。まあ、あとはどうなるか社長、ぜひとも承認してもらおうか。Y aquí en esta lucha en el Korakuen Hall al lado de los ingobernables de Japón he terminado este tour, he terminado esta gran gira. Gracias a Dios, como siempre me voy feliz, me voy motivado, me voy lleno de energía, lleno de mucho aprendizaje. Aprendo mucho siempre que vengo aquí a Japón y siempre tratando de conquistar el corazón de toda la afición donde quiera que me presento, donde quiera que se presentan los ingobernables de Japón. Y en esta ocasión les quiero decir gracias a todos los fans de Japón. Venimos a la New Japan muy agradecido con ellos, representando el Consejo Mundial de Lucha Libre, la lucha libre mexicana y a los ingobernables de Japón, el inmortal Titán. Nos vemos muy, muy pronto.